はい、やってきました、はい、栃木県宇都宮森林公園でございます。どうぞ見てください、これ、まあ、自転車好きの方だったらねご存知の方多いと思うんですけども、はい、ここがねジャパンカップをやっている、うん、コースなんですね。はいはいはい、はい、でここがねメイン会場になって、メイン会場とかそこにゴールがこう設置される感じかな、うんうん、まあ、この辺りだったかな、うん、はい、10月に、まあ、毎年行われてるんですけども、はい、まあ、今年もね行われるということで、まあ、我々来ようかなというふうに思うんですが、はい、田村さんここ初めてなんですよね。初めてです、うん、なのでぜひねその世界レベルのコースを、うん、今日は体験してもらいたい。おお、ジャパンカップのコースを走れると。はい、ここで大体ねこれ10キロちょい 10.3 キロなんですけども、うんうんうん、まあ、この先にね小頭林道っていう山があったりとか、はい、あと平地もあるし、はい、あのアップダウンもあるしコーナーもあるし、うん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 、本当によりどり緑な、うん、はい、走りがいがある、そう十何キロということで、はいはい、ぜひね体験してもらおうかなと思って来ました。はい、あれ見てください、あそこもういきなり登りなんで、はい、こっから登っていって、はい、さっき話した小頭林道っていう登りに行くんで、はいはい、まあ、そこはね勝負どころとしても知られているので、なるほどなるほど、はい、まあ、ちょっときついですけど、はい、頑張っていきましょう。はい、オッケー、はい、じゃあ行きましょう、行きましょう。あ、空気はまだやっぱりあれですね、外は暑いけど走ると風はいい感じですね。ね、今9月の中旬、はい、ですけどようやく涼しくなってます、ね、そうですね。あ、結構冷たい風来ません？ヒヤーってきますね、はい、気持ちいい。ここがねあの呼吸エリアになってるんで、はい、まあ、本番では各チームのスタッフがこの先 の、 あの壁のところに立ってて、なるほど、選手に呼吸したりします、ね、はいはいはい、みんな多分知ってるんでしょうね、分かってる人には。まあ来たことある人はあここだってなってるかもしれないですね。レンタルサイクルもやってますね。あ、本当だ、まあ、宿泊もできるんですね、今回ね。じゃあもう本当に記念に来てチャリ持ってなくても、はい、ちょっとやっぱ走りたいなっていう人も借りて走れますね、これできますね。俺が鼻血出した何でしたっけ、あれは不動峠。そう、不動峠、あの時に比べたら虫もいないし、確かに、まあ、季節があるかもしれないですけど。あ、ちなみにあの不動峠よりは、はい、斜度はきついです、はいはい、ただ短い、結構3分の1ないぐらいですか、はい、3分の1ぐらいしかない。いや、よかった。あの時マジで動画には映ってないですけど、はい、鼻血がね、そうそうそう、鼻血めっちゃ出てました。ガチガチ鼻血が、そう、頑張りすぎて。田村さん、はい、こういうね今多分動画にも入ってると思うんですけど、はい、今ちょっとこう道がウェッティじゃないですか。そうですね、濡れてるな、ちょっと。でこう緑になってますよね、はい、これ苔なんですけど、はい、めっちゃ滑るんですよ。なるほど、なんであんまり走らない方がいいです、ちょっと避けながらですね、はい、まあ、無理せず、はい、上りでも滑ったりするんで、はい、まあ、気をつけていきましょう。了解です。さあ、こっから小頭林道ですね。頑張りコース、ここそうです。ここはもうジャパンカップの中でも、はい、まあ、見どころの一つ。ここでちょっと勝負の行く末が、そうですね、見ての通りシャドウがきついんで、はい、ジャパンカップのレースの時には選手が、まあ、ゆっくり、はい、とはいえめっちゃ速いんですけど、自転車は除くって書いてますね。 OK OK、 そう、選手がすごい近い距離で走るんで、すごい観戦にいい場所なんですよ。確かに、まあ、ゆっくり見れますから、はい、と言っても今カメラさんが走ってる3倍ぐらいのスピードで走りますけどね、ここ。いや、でも相当きついですよ、これ。いや、きついですよ。11%ですって。はい、あ、滑ってる滑ってる、こんにちは、ありがとうございます。まだまだこれから遅い、はい、もうハイキングの人はね結構いますけど、本当にそのぐらいのシャドウですよね。シャリの人はあんまり今日はいないですね。今日平日ですからね、平日に34歳の2人がのんきに坂登ってます。坂登ってますよ。もうね、上り半分は来てますよ。本当っか。うん、あ、でもふくらはぎがめちゃめちゃ痛い。日頃の運動不足を、運動不足がここで解消してください。ほら、よっしゃ。さあ、上り KOM ポイント、キングオブマウンテンはあそこです。もうちょい、もうちょい、まあ余裕ですよ。全然、
演者ですね。あ、来た、書いてる、何か、イエー、ふぅ、 KOM です。あ、すごい絵になりますね。いや、日の丸が輝いてますよ。すごいいい感じ。まあ、日の丸というかね、あれは水玉？あ、水玉か。そうそう、ツールドフランス由来なのかな。マイオブランアポアルージュのジャージのカラーですね。達成感あるな。はい、でここからが小菓子の下りって言われてるやつで、ジェットコースターみたいな下りなんですよ、はい、めちゃくちゃここプロのレース速くて、はい、何キロ出るのかな、80ぐらい出るのかな、やば、最後の方、まあ、ちょっと今回はね、はい、まあ、ゆっくり行きますけど、ゆっくり行きましょう。結構ね、苔とか生えて危ないんで、はい、これせっかく登りきったのに転ぶところボツになっちゃうんで安全に行きましょう、安全に行きましょう、はい。今ね、小菓子林道の下り下ってきて、レイクランドって呼ばれてるエリアの方ですね。ここね、今ずっとこう緩やかな下りで、一番集団がこう縦にビャーンと伸びるところで、かなりね、きついところなんですよ。あの、下りって楽なイメージなんですけど、むしろここ一番きつくて、あの、この後ろのね、あの、小菓子林道でギリギリついていけた選手たちが集団を形成して、もう縦一列伸びて、もうアウタートップ、5311とか5411とかね、大きなギアで、まあ、ここをもう回し切るぐらいの勢いでね、こう漕いでいくわけなんですけど、ね、本当に何キロか70は超えるし、まあ、80近く出る選手もいいのかな、そのぐらいの時にレース出す選手はいますよね。はい、ここは本当にきついところですね。で、このコーナー抜けた後にもまた集団が伸びるんで、はい、はい、ハンドルにしがみついて、はい、なるべく体の体勢低くして、はい、もうトップスピード出すような場所ですね、ここは。ですよね、もう結構、はい、これでも楽勝なぐらいですもんね。そう、取り戻すのがちょっと厳しい感じですかね、はい、順位が。そうですね、ここで遅れるともう絶対追いつけないんですよ、はい、この先平地で集団でぐるぐる回られて、はい、ローテーションされたら、はい、追いつかないんで、ここで追いついてこなきゃっていう全力組がここで行われると思います。じゃあスプリンターみたいな感じの人が、はい、結構ここで光る、結構頑張ったりしますね、はい。でここはもう、まあ、若干登ってるし真っ直ぐじゃないですか、はい、だから集団が見えてるのに追いつかないみたいな感じ。あ、思ったより進まない、はい、誰も踏みたくないじゃないですか、はい、だからお前引けよお前引けよみたいな感じで謙遜し合って、結局誰も踏まなくて前の差がどんどん開いちゃって、はい、もう追いつけない差になっちゃったみたいな。なるほど、誰かが勝負をするしかないってことですね。誰かが足使わなきゃいけないんですけど、中ではいや俺もうきついから踏めないよって言いつつ、はいはいはい、踏まない人もいるんですよ。あ、で追わせておいて、自分が追いつけそうな距離になったら全力で踏んで自分だけ追いつく。あ、ずるいやつがいるんですね。まあそれも戦略ですけどね、はい。はあ、結構ここもきついや。結構ありますよね、結構ここの下の1回でもこう走ると、はい、そのジャパンカップ見るときに、そう、あ、ここ、あ、ここだ、あのめっちゃ辛いとこやって、はい、上り連続カーブ、はい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 、あそこはマジでやばい、本当に心臓破りですね。さあ、田野の交差点を曲がって、上りをね今クリアしたんですけど、こっからはもうずっとほぼほぼまっすぐ、まあ、まっすぐですね、あと2キロぐらいかな。若干のアップダウンをこなしながら、もうゴールになだれ込むようなね、はい、ところですね。もし集団だったら駆け引きが行われて、いつ仕掛けるんだとかね、誰が行くのかみたいなのをこう見合ったりしますよね。どうですか。いや、結構、まあ、休憩して登って、はい、休憩して登っての塩梅が素晴らしいですね。あ、そのコースのね、はい、レイアウトが登りっぱなしではないですもんね。そうですよね、うん、ちゃんと休むポイントもある。そうそうそう、もうこの辺からスプリント開始じゃないですか。開始ですね、うん、で意外とねここ曲がってたりとかもしてるん で、はい、でスピード出てるじゃないですか、はい、50キロぐらいとか出てるんで、はい、結構ねあの難しいんですよねさばき方。本当のレースだったらこうねアウトインアウトで行っちゃいますね、はい、封鎖してるんで。さあさあ、本当はここからそう本当はそうですね、ここまっすぐなんですけど今閉まってるんでこっちから行きましょうか。はい、じゃあちょっとそこで止まりましょうか。
ゴール。はい、ゴールでーす。はい、お疲れ様でした。ここにね、モニュメントありますね。はい。まあ、書いてある通り、1990年世界選手権自転車競技大会。ということで、ここでね、まさかのロードレースの世界選手権がね、行われたんですよ。そうですね。それこそあれですよ、今あのマチュー・ファンデルプールがね、はい、来てるアルカンシェルをね、かけてのレースが1990年に行われたわけですね。まあ、それをこう記念した大会がこのジャパンカップということなんですよね。でさっきね、まあ、言った通り 14.1 キロのコースもともと走ってたんですけども、ね、2015年からか、まあ、10.3 キロのコース、はい、ま、前ね、ツルカントリークラブっていうね、ここの上りが、うんうん、ここめっちゃきついところなんですけど、まあ、上りあったんですけども、これが今確かに崖崩れかなんかで使えなくなって、で今このね、青いコースだけっていう感じですね。これが 10.3 キロ、うんうん、はい、でこれある通りこの矢場根がコース上に気づきました、うんうん、青いありましたね、ありましたね、そうあるので、どなたでもね、コース分かるようになってるので、はいはい、この森林公園にさえ来れば、うん、普通の人でもそうそう、なんとなくちゃんと分かるようになってます、うん、なってますね、はい、途中ちょっと行動とか出るんで、うん、そうですね、そこだけ気をつけてもらえればですよね、うんうんうん、ここは結構いい感じに自分との対話ができる、あ、小菓子林道ですね、はい、はい、ここめちゃめちゃ良かったっすね、ですね、はい、はい、根性が試されます、はい、あ、ここに歴代優勝者も書いてある、本当だ、あ、いいですね、そう、日本人も勝ってるんですよ、阿部さん、はい、97年に、さあ次はどの選手の名前が刻まれるのか、ね、2023年はもうめちゃめちゃスター選手来ますからね、はいはい、アラフィリップの名前もあるので、うん、まあ、この動画が出てる頃がちょうどやってるぐらいかもしれないですね、なんでピンポイントかもしれないですね、うんうん、なのでぜひね、僕らも現地に行く予定なので、はい、はい、僕ら見かけたらぜひ声かけていただければなと思います、はい、はい、ということで、はい、今日は宇都宮市の森林公園ジャパンカップのコースを走ってみました、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。